スケーエン美術館19世紀末のブロンダムホテル、ブロンダムズホテルの食堂スケーエン美術館は、デンマーク、ユトランド半島北端の町、スケーエンにある美術館である。19世紀後半にこの町に集まって創作した、デンマークやスウェーデンの芸術家たち、の多くの作品が集められている。主な画家は、アンナとミカエルのアンカー夫妻、マリー・クロイヤー、ベーダー・セベリン・クロイヤー、 ラウリッツ・トゥクセン、ビゴ・ヨハンスン、ホルガード・ラックマンらである。美術館は1908年10月20日、アンナ・アンカーの父親が始めた宿屋の食堂に作られたのに始まる。近隣の薬剤師の比べる、宿屋主人のブロンディウム、デン・ブロンダム、アンナ・アンカーの2位、ミカエル・アンカー、クロイヤー、トゥクセンが、理事となって展示作品を集め、美術館建設の資金を集めることになった。 1909年にクロイヤーが亡くなると、クロイヤーの住まいが美術館として使われるようになった。1919年にブロンダムは、ホテルの庭園を寄付しその地に、1926年から新しい美術館の建設が始められ、1928年9月22日に開館した。325点ほどの作品が集められ、多くは画家たちから寄付された。 1981年から及びその後も拡張が行われた。現在8000点を超える美術品や画家たちの使った家具などを保有し、スケーン派の画家の重要な作品を保有している。ありがとうございます。